マーティン・ロナルド・ケリーは、イングランド・マージー・サイド州リバプール出身の、サッカー選手。プレミアリーグ・クリスタル・パレス FC 所属。イングランド代表。ポジションはディフェンダー。リバプール FC のユース育ちの生え抜きの選手。2009から10シーズンの UEFA、チャンピオンズリーググループステージのオリンピック・リオン戦で、トップチームスタメンデビューを果たし、右サイドバックでプレーし、 7.0という高い評価を受けた。その後は怪我の影響によりトップチーム定着のチャンスを逃した。怪我の勘違後はチームの不信もあり出場機会を得ることができなかった。2010から11シーズンも変わらずベンチには入るものの出場機会は得られずにいた。しかし10月のチェルシー FC 戦直前のウォーミングアップで 右サイドバックのレギュラーであるグレン・ジョンソンが負傷し、急遽試合に出場することとなるが、安定したプレーを見せ、首位を独走していた、チェルシー FC 相手のクリーンシート達成に貢献した。その後も、出場機会を得ていたが、グレン・ジョンソンの復帰後、監督のロイ・ホジソンはジョンソンを起用したため、再び出場機会を失うこととなった。しかし、2011年1月に、 ホジソン監督が解任され、ケニー・ダルグリッシュ監督が就任したことが転機となった。ダルグリッシュ就任後の初戦、FA カップのマンチェスター・ユナイテッド FC 戦において、イングランド代表の右サイドバックレギュラーである、グレン・ジョンソンが、左サイドバックに起用され、ケリーは右サイドバックで起用される。試合には、 破れたもののケリーはここで良好なパフォーマンスを見せ、以後シーズン終了まで怪我で出られない時を除いて、右サイドバックで多用された。ありがとうございます。